はい、ポンコツです。今回見に来たのはですね、 2LDK のマンション型の家でございます。で、玄関入るとすぐ右手にトイレがありまして、で、ちょっと進むとですね、やっぱり右手にトイレがありますということで、完全にデジャブです。で、ここはですね、トイレだけではなくてシャワーもついているということですね。で、トイレを置き去りにしましてですね、で、進んでもらうとこちら寝室があります。ベッドが2つありますね。で、見える景色はこんな感じですと。で、振り返ると、まあ、当然ベッドが2つありますということですね。で、もう一つの寝室がこちらですね。ちょっと何も考えずに撮ってたので全然細部まで見てません。で、まあ、見える景色がこんな感じですね。で、次はリビングを見たいと思います。で、まあ、でかすぎるソファーと、ちょっと少し小さめのテレビで、まあ、8人掛けのテーブルがあって、まあ、景色はこんな感じですね。だいたい高さが 100m ぐらいからで、まあ、眺望はこんな感じのオーシャンビューですね。で、夜はですね、かなりライトアップがされて綺麗になるとのことでした。ザ海外駐在員って感じの部屋ですね。で、次に見たいと思うのがこちら、洗濯ルームですね。洗濯機とゴミ箱と、まあ、もう一個洗濯機で、こちらが3つ目の今日トイレですね。なので 2LDK でトイレ3つですかね、まあ、多少お腹が弱い人でも全然カバーしてくれるっていうのはありがたいですね。で、次こちらキッチンです。まず目を引くのが造花、水、電話で、まあ、食洗機、まあ、これ3種の神器ですよね。で、次にですね、内見者を待ち構えるはこのオーブン、何でもござれっていう感じですね。で、その上に古文のこの五口コンロがついているということで、で、まあ、ちょっと五口もあるとどういうふうにしてやるのかわからないっていうのと、一応ここで念のためにライトがつくかどうかを確認します。はい、つきますね、問題ないです。これは何でしょう。これがハーゼヒタビラワマイダアルジュムはザハブトゥイラルジャミールアラビアフィーシャリキー。